土地の取引価格の目安になる地価。1月1日時点で愛知県全体では住宅地で 2.8%、 商業地は 4.2% と、いずれも3年連続で上昇しました。愛知県内の商業地の上昇率トップは東区泉のこちらの場所です。1平方メートルあたり 15% アップの金額は314万円でした。上昇率トップの背景にあるのが、ここ自体も今再開発の動きがあって、再開発されれば内部町も変わるねという期待はあろうかと思います。実はこちらのトヨタホーム栄ビルは、隣接する名古屋パナソニックビルと一体化し、2030年代初め頃までにオフィスや商業施設などが入る複合ビルに生まれ変わる予定。その期待感が地価に現れているんです。県内の住宅地の価格も栄2丁目や泉1丁目が上位にランクインするなど、去年に引き続き栄周辺が人気エリアに。中でも今年特に注目なのが、住宅地の上昇率トップは中区上前津のこちらの場所です。価格は97万円で、上昇率は 16.2%、 去年と比べて13万5千円アップしています。不動産鑑定士の松原さんによると、泉などと比べて比較的価格を抑えられる上前津エリアのマンション需要が高まっているといいます。近くの住民は、だいぶ変わったことは確かです。マンションが増えたね。栄にすごい近いので、自転車でもパッと栄に行ける若い人が増えていくのかなとそういう期待感はちょっとありますね。来月開業する中日ビルなど、再開発が進む栄地区の存在感が増しています。また岐阜県では商業地の平均価格は8万3100円で、去年より 0.3% アップ。1992年から下落が続いていましたが、実に32年ぶりの上昇に。高山市上三の町が去年より 18.3% プラスでトップとなるなど、コロナ禍後の観光客の順調な回復が背景にあるようです。三重県も価格が上昇しています。住宅地では 0.2% プラス、商業地も 0.3% プラスとなり、いずれも32年ぶりに上昇に転じました。価格上昇の波は土地にも及んでいます。